どうもゴルフ大好き芸人のダイアン座です、今日はですねバンテリン東海クラシックが開催される三好カントリークラブ西コースに来ております。なんかですね今回注目選手から僕にですね挑戦状が届いてるということなんですけどもね、まあそれも簡単でしょ、すぐやったりますよ、見せたりますよ。それは前回大会18位タイでベストアマ、20歳の中野凛太郎選手。大学生ながら世界を見据え、去年からニュージーランドで武者修行。すると今年のツアー開幕戦刀剣ホームメイトカップでは4位タイと、その実力はプロ顔負け。そして今大会で目指すのは、アマチュアの間で1回勝ってそのままプロに行きたいってのはあります。今年は優勝争いしてみたいなと思います。そんな中野選手からの挑戦状とは。津田さん、17番のセカンドの右ラフからグリーンに乗せてみてください。頑張れ。ということで17番セカンド地点の右ラフに来てみると、うわちょっとグリーンが全く見えない。そうなんです、セカンド地点右ラフからは傾斜でグリーンがブラインドに。スライスかけたいんでタイガー打つのこれでしょ、フィニッシュこれでしょ、こうドンですよ。果たして。あーもうすごいダフってる、何この芝、何なのこのラフ、意地悪ラフ。長いラフに阻まれ挑戦失敗。凛太郎君、無理な勝負はしないこと。大会は今月26日から、男子プロたちのゴイゴイスーのプレーをお楽しみに。